はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。3月10日熊沢でございます。花粉がやばいっすね、個人的に。今日外に出たわけじゃないんですけれども、外に出る時のね、ちょっと外に出る時の服ってあるじゃないですか、ちょっとジャージ羽織るみたいなっていうのって、そんなね、ほんとちょっとパッと出る時ぐらいにしか使わないので、まあ洗濯ってそんな頻繁にしないと思うんですよね、おそらく。まあ僕の場合そうなんですけど、花粉をまとってるわけですよ、ちょっと外に出るためのその服装なので。でまあ今日ちょっと風が強そうな感じの音がねしてましたし、あと晴れてってすごく暖かかったじゃないですか。なんでまあね、花粉がねこう飛ぶわけですよね。で非常にこう不快な感じではあるんですけれども、なのでこう目がね、やっぱこうシパシパしたりとかですね、鼻水が垂れてきたりとか、まあくしゃみが出たりとか、まあ花粉、いわゆる花粉症の、まあ、症状っていうのは出るわけなんですけれどもね。まあそんな感じで生活してるわけですよ。だから花粉の時期っていうのはですね、非常に生産性が下がる、最も厄介な時期でございまして、やる気もまあ非常に出づらいわけなんでございますけれども、あ、うちのこのヒゲが落ちてましたね。はい、僕はこのヒゲをね実は集めてまして、なんか金運が上がるみたいな俗説があるらしいんですけれども、集めてんですよ。はい、見つけたらね、まあ、そんなこんなで、まあそんな話はどうでもいいんですけどね。以前公開したこの Vlog の何だったかな、なんていう動画タイトルだったかな、あ、ルミックスの H を関するカメラの動画機としての思想に共感するというナンバー243ですねの動画に、まあ、コメントくださった方がいましてですね、まあ、内容同意ですと、完全に安定したのは GH3 からですかねというようなコメントだったんですけれども、GH4 の1個前、これ GH3 というカメラなんですけど、フル HD が撮れる、カメラですよ。で、GH シリーズは1、2、3、4、5と、こう、歴史がありますけどね。GH3 と GH4 っていうのは、もう大きさはほぼ一緒です。はい。で、GH3 のすごいところっていうのは、まず、その GH1、2が出て、G いくつだったかな、ちゃんと覚えてないですけど、先に GH ではなくて G シリーズの方で、まあ GH も G シリーズなんですけど、G8?G7? だったかあたりで、その、防塵防滴っていう仕様、ん?違うか。1235F2.8 のレンズが防塵防滴で出て、これ GH シリーズでも防塵防滴来るなと。まあ、要は、ボディ全部がマグネシウム合金で覆われたのが GH3 初なんですよ、GH シリーズにおいて。で、まあ、ボディが大きくなっちゃったっていうことはあるんですけど、それで、まあ、その、より、ハイエンドな使い方、プライベートユースよりももっとこう過酷な、現場においてもこう使えるようになったのが GH3 が初なんですよね。もちろんプラボディでも外で使うことは不可能ではないんですけど、やっぱすごくこう暑い場所とかだとプラボディね、ちょっと怖いし、ぶつけたりしたらね、平気でかけたりしますからね。なのでまあそういう風になったというところがあったりとかして、まあ、GH の歴史の中でも、例えば GH5 って言ったら手ブレ補正が入ったとかね、ボディ内手ブレ補正が入ったっていう、まあ、すごいトピックがありますし、GH4 で言えば、4K がと、ミラーレス初、世界初、ミラーレス一眼カメラで 4K が撮れるようになったとか、いう、そのなんかこう、あるんですよ。で、パナソニック世界初がすごい好きで、僕が、使ってる、やべ、また鼻水出てきた。GH、違う違う、S1H
S1H っていうそのカメラね、世界初ミラーレス一眼で10ビットの 6K が撮れるみたいな、結構世界初みたいな感じでね。だから僕世界初のカメラを今2台持ってるわけなんですけど、でまあそのこうトピックになるね、そのカメラを語る上でトピックになるようなあのこう新しい性能とかっていうのが結構こう搭載されるわけですよ。でまああの GH3 っていうのは結構 YouTube の上でもそれまであんまりこう話題に上がってこなかったパナソニックのカメラっていうものが、こうどうやら一眼カメラで、ビデオカメラよりもセンサーサイズが大きい、フォーサーズセンサーでビデオカメラよりもこう映りがよく、暗いところにも強くて、でかつバリアングルがついていて、そしてちょっとビデオカメラに比べるとこうボケ足も楽しめるというような、魅力を持っていた当時の割とこう最強なカメラが GH3 だったんですよね。でフル HD の映像結構綺麗なんですよ。まあ、フル HD のフル HD って結構綺麗なので、今 4K4K って YouTube の上では言われてますけども、全然フル HD でいいと思うんですよ。うん、それでまあ GH3 はある意味ではそのすごくこう業界を席巻したあの素晴らしいカメラであるというとこなんですけどね。この GH シリーズがビデオカメラだということを裏付ける設定項目っていうのがねあって、皆さんはどうだろうな、ここはGH シリーズを使ってらっしゃる方はいじくり倒してるのかどうか知らないんですけどね、輝度レベル設定っていうのがあるんですよ。 GH4 で言うと0から255 0から255が1個、16から255が1個で、最後3つ目が16から235。これきちんと理解して使ってる方ってどれぐらいいますかね。GH4 のカメラは GH4 というカメラは、内部記録をするときに、8ビットで撮ることができるカメラなんですよね。で外部に出力すれば、10ビット422でも撮れるんですけれども、このビット数っていうのが、まあその色の階調表現っていうものを、まあ司るものでして、まあ8ビットに比べると10ビットの方がよりグラデーションが滑らかになるんですよ。それが10ビットが12ビットになればより階調が滑らか。だから12ビットが16ビットになればより滑らかだという側面がありまして、これは音楽も一緒なんですよね。音楽 CD の、に収録されている音源っていうのは16ビット。なんですけど、昔の8ビット音源とかゲームとかの、ね、8ビットの音源だとやっぱりその音の消え際であるとか、音の角って丸いとか角張ってるの角とかのこう硬さというかね、とかっていうところの表現が、まあ16ビットに比べると8ビットの方が荒かったりとかするんですけどね。でプロの現場、僕らの現場においてはやっぱレコーディングの時は24ビットで撮ろうとっていうのは、やっぱその音の消え際であったりとか、他にもね、その階調の表現、そのボリュームも階調なのでグラデーションなわけでしょ。だから16ビットで表現できる音量と24ビットでできる音量の表現って圧倒的に24ビットの方がやっぱ優れてるんですよね。なので、24ビットで撮って16ビットに落とそうとか、まあ、そういうことがあったりするんですけど、僕らが使うパソコンモニターって基本的に8ビットだったりするんですよ。で8ビットでいうところで、パソコンモニターっていうのはそのレベルが、黒レベルが0で白レベルが255っていう256段階でそのグラデーションを表現するんですよね。で、今そのHDR 動画、ハイダイナミックレンジ動画っていうものがものすごくこうトレンドに、まあドリキンさんを筆頭にすごく
海外でもトレンドになってますけれども、これっていうのは10ビットじゃないと扱えないんですよね。でよりこう階調表現が広いという感じなんですけれども、この GH4 それから GH5 も 5S も、僕が使ってる S1H もちょっと S1S5 あたりはちょっと僕触ったことないので分かんないですけど、多分入ってると思います。BGH1 にも入ってると思います。この輝度レベルっていうのを設定できるんですよ。でまあ写真を撮るときに設定できるのかな、どうなんだろう、分かんないんだけど、0から255っていうのは写真では扱えるんだけど、まあ端的に言うと動画では扱えないんですよ。映像っていうのは黒レベルのアンダー一番下は16で、あこれ8ビットの話ね、下が16で上が235っていう領域でしか表現できないようになっちゃってるんですね。そうだから16から235っていう輝度レベル設定と0から255っていう輝度レベル設定が存在していて、さらに16から255っていう設定が存在してるんですよ。でちょっと僕もこれ話す前に確認しときゃよかったんですけど、おそらく写真用に0から255っていう輝度レベルが準備されていて、動画用に16から235っていう輝度レベルが準備されていると思うんですよ。だから動画をしか撮らない人は16から235の輝度レベルを選んでおけば OK。 写真撮る人は写真撮るときに0から255を選んでおけば OK。 で僕ここちゃんと検証してないので、どれぐらいその写真で16から235を使うデメリットとかがあるのか否かとかっていうのを GH シリーズで試したことはないんですけど、でじゃあ16から255って何よっていうのが、これスーパーホワイトっていうね、やつなんですよ。信用情報に全く傷がついてない人の話ではなくて、映像における、スーパーホワイトっていうのは、下のレベル、黒レベルは16なんだけど、上のレベルが、109%、10% ぐらいまで、ハイライト、上の表示を広く撮っておけるっていうやつ。これビデオカメラとかは結構当たり前の考え方で、でこのスーパーホワイトで撮っておくと白飛びするまでの限界値がちょっと伸びるんですよ。ただね、これそのまま撮って出しで出しちゃうと結局その映像フォーマットの中では235以上は全部潰れてることになるので、結局白飛びなんですよ。あとでその白い上の255の領域を109% とかまで伸びちゃってる領域を 100% 以内に収める必要があるっていうことなんですよね。でこれまあ 10ビットが選べる GH5 とか 5S とか S1H とかっていうのは、10ビットモードを選択してるときは下が64の上が1023とかかなとかって、まあちょっと10ビットなんで数字が大きくなるのであれなんですけど、っていうまあ感じなんですよ。で、まあ、結論から言うと僕は GH4 は、輝度レベル設定を16から255で、設定して、撮影して、で、使うときに、いわゆるポストで、僕はファイナルカットを使っているので、ファイナルカットでビデオスコープっていう機能を出すと、まあ、ヒストグラムとか出せるじゃないですか。で、その中で、あれ、なんつったかな。何を見てるんだっけ俺いつも。まあそのビデオスコープを使って輝度レベルっていうのを、ビデオスコープルミナンスか、このなんだっけ、ファイナルカットの上では波形のルミナンス、チャンネルをルミナンスにすると輝度レベルが見れるんですけど、それで、白く飛んでないところまで落とすっていうことをすると、16から255で撮った信号っていうのを最終的に16から235の中に収めてお見せすることができるということなんですよね。でこの機能が入ってるっていうところが、もう究極にこのカメラがビデオカメラであると、いうことを裏付けるすごく重要な、機能である
なというところをちょっと今日はお話ししたかった。なので、まあ、基本8ビットでしか取れない、この GH4 ですけど、まあこの8ビットっていうのも、まあまた別の機会にお話ししてね、さっきグラデーションの話をしましたけど、いわゆるログ収録とかをして、後から色をガンガン攻めて、こう、いきたい、詰めていきたいっていう人からすると、8ビットって結構いろんな色ムラが出たりとか、バンディングって言って、まあ、グラデーションがギザギザになるような現象ですよね。っていうのが出やすいので扱いづらいんですけど、取って出しの人からすると逆に、楽でいい。データ量が抑えられるし、で、特に、まあ、色はちょっといじりたいんだけど、GH4 だから8ビットってなる人とかは、やっぱシネライク D とかシネライク V とかを使っておいた方が、ある意味では考え的には扱いやすいのかなと思ってます。ログガンマよりも、8ビットなんで扱いやすいかなと思います。うん、個人的には。個人的にはなんですけどね。うん。なので、シネライク D がすごく人気なんですよ。界隈では。まあ、シネライク V もコントラストがついていてよくて、実は今日僕シネライク V で撮ってるんですけど、まあ、なので、その、わざわざログを入れなくてもいいカメラだと僕は思ってたりするんですけど、まあ、その輝度レベル設定っていうものが、あることで、このカメラ、というか GH 群、GH シリーズが、ビデオカメラであるということを裏付けるには、十分な、裏付けかなと僕はちょっと思ってるよというお話でございました。熊沢でした。